立憲、塩村彩子議員。アンチに対し、プロレス芸と揶揄。新日本プロレスの激怒。塩村彩子議員、プロレス芸発言を謝罪。がネットで話題。内容はこちら。立憲民主党、塩村彩子議員の発言に対し、新日本プロレスが激怒し、訂正を求める意見書を送付したようです。では、内容を見てみましょう。塩村彩子、参議院議員、立憲。ひどいデマ。逆にどういう認知や流れで、こんなデマやデマとも言えない不思議な話を信じてツイートするようになるのか知りたい。いつものことではありますが。もはや、アンチのプロレス芸。プロレス芸は、エンタメの世界ではよく使う言葉です。放送作家の会議ではよく出てました。お決まりですが、私とアンチ塩村のガチ芸。少し話題になっているようなので。この塩村議員の発言に、新日本プロレスが激怒し、次のポストを発信。新日本プロレスリング株式会社。昨日投稿された X、旧 Twitter での立憲民主党、塩村彩香参議院議員の投稿について、同投稿の訂正、もしくは撤回を求める下記意見書。本日同議員及び立憲民主党宛に送付したことをご報告いたします。そして、この新日本プロレスの訂正を求める意見書送付に対し、塩村議員がすぐさま対応。塩村彩香、参議院議員、立憲。こちらでの、アンチのプロレス芸という言葉は、謝罪と撤回をさせていただきます。意味としては、デマを拡散をして、SNS で炎上をして、私がそれに対抗をする、的なものが出来上がっており、SNS という会場で盛り上げ、エンターテインメント化しているという趣旨でした。芸という言葉をくっつけるな、謝罪をという人もいますが、良くも悪くも芸能やエンタメとなっているという意味であり、芸能関係者からは芸を評価する言葉との連絡をいただいており、意見の対立を招いたことを申し訳なく思います。私個人としては、プロレスは小中学生の頃に会場に行ったり、テレビで見ていました。スタン・ハンセン、ジャンボ・鶴田、小橋健太各氏の時代です。トヨタ・マナミファンで、福山市民会館で試合があった時は、一番いい席を親にせがんで買ってもらい、会場で握手してもらったり、椅子の片付けのお手伝いをしたりしました。ここ最近は遠ざかっていましたが、最近、深夜に伝説プロレスの再放送を見て、ジャンボ・鶴田氏や小橋健太氏の戦いに、再びプロレスって面白いなと友人と話したばかりでした。そして、プロレス芸という言葉は、最初のツイートのツリーにも添えましたが、放送作家時代によく会議でも使われていました。もちろん、企画を成功させるための意味ですので、悪意はありませんが、そうした経験も、私の認識がずれていた一因であると思います。ですので、今回の件を反省をして、プロレスファンの方や関係者からも、一度、見に来るべき、というご意見に沿って、見に行きたいと思います。お願い。1. おすすめがあれば、ぜひコメント欄に書き込んで教えてください。2. 私の問題投稿に反応、当然、不快感や怒り、されたプロレスラーの方をご存知でしたら、教えてください。Twitter になりますが、まずは謝罪をお伝えしたいと思います。よろしくお願いいたします。本当に申し訳ありませんでした。一定時間の経過後、元ツイートは削除させていただきます。まずは謝罪を申し上げます。入れ違いになってしまったようですが、14時18分に謝罪と撤回をさせていただいております。もし、可能であれば、直接、説明とお詫びに伺わせていただけないでしょうか。ご連絡させていただきます。よろしくお願いします。プロレスファンの方から、事情がよくわかるメッセージをいただきました。私としては、これまで芸能界や、過去には政治家も使っていたので、よく使われているからいいという考えが、心の底にあったと言わざるを得ません。しかし、それは違うなと反省をしました。引用と要約をすると、これまでプロのエンターテイメントという称賛で使われることも多かったですが、ごっこ、見せかけを含む意味合いで使われたこともあり、私たちプロレスファンはナーバスになっています。こうした経緯から、軽率なプロレスという言葉を、そうした意味合いで使うことを見直してほしい、とのことです。この方のおっしゃる通り、軽率であったと思います。
反省しました。新日本プロレスリング株式会社、本件について塩村議員から当社の該当ツイートに謝罪と撤回の旨を引用リポストされておりますので、当社といたしましてはこれ以上本件について声明を出すことはございません。また当社は塩村議員に謝罪を求めるものではございません。これからのご活躍をご祈念申し上げます。塩村彩香参議院議員立憲、この度は大変ご迷惑をおかけしました。直接の謝罪をしたく電話とメールでご連絡をさせていただきましたが、あいにくご不在とのことでつながりませんでした。その後こちらのツイートを拝見いたしました。ご迷惑をおかけしたこと改めてお詫びを申し上げます。機会を見て試合にも足を運ばせていただきたいと思います。その際謝らせてください。プロレスファンからすれば大激怒してしかりですよ。何せプロレス芸ですからね。あまりにも軽率すぎる発言だったと思います。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。プロレスを愛している人間からすれば最大の侮辱だわな。謝罪するならプロレス関係者並びにファン全員に直接謝罪しないと。目立つ人にだけ直接ってのは自分のためのパフォーマンスでしかない。プロレス業界を完全に敵に回した。こういうのは相当後に残るよ。まあとりあえず現地は確実に取られただろうね。あとは歴史修正はさせないようにしましょう。これで立憲共産党はプロレスファンの方たちの支持層を失ったな。立憲共産党は解党に向けて順調に支持率が下がってよかったじゃないか。多くのプロレスファンは金輪際立憲民主党には投票しないかもしれませんね。次はこちら。そんなにプロレスが好きなら余計にそんなあざけるような表現しないと思うけどな。自分もプロレスファンだけど違和感しかない。みんなが違和感あるっていうことはやっぱり何か問題あるんだよ。プロレスファンだから悪気ないですとか余計なこと言わずに撤回しますでよかったと思う。言い訳が長すぎる。必死の言い訳は長ければ長いほど反省の色がない証拠。言い訳がクソ長いやつは信用できない。ちょっと長いからっていちいち文句言うのよと思ってみたら思ってたのの3倍は長かった。あんま反省してないよね。反省してるならこんな言い訳がましく長々と言わないよね。批判をかわす千枚舌。確かに言い訳が異様に長いですね。次はこちら。会場に足を運んで観戦していた方がなぜそのような軽率な発言ができるのか不思議でなりません。アンチのプロレス芸ってのがそもそもよくわからん。大多数の人はそこじゃねえよと思ってるはず。わらわらわら。相手方も了承してる上でのトラブルや喧嘩をふっかけることをプロレスと表現されるけど、この議員の使い方は間違ってんだよな。そうですね、今回の騒動は塩村議員がプロレスの使い方を間違ったゆえの騒動ですね。最後はこちら。軽率な言葉、反論に対する煽り、謝罪に見せかけた言い訳、論点ずらし。立憲民主党議員の悪いところを煮詰めたような流れだな。差別反対っていう人ほどナチュラルに人や職業を差別しているってのがよくわかる。開示請求しますってのもプロレスなん。国の仕事しろや。まあ塩村議員も反省しているようですので、今回の失敗を今後に生かしてもらいたいものですね。結論、塩村議員も自分の発言がここまで大事になるとは思っていなかったでしょうね。まあ今回の塩村議員のプロレス芸との発言はプロレスへの侮辱につながりますし、プロレスを愛しプロレスを応援しているファンからすれば絶対に許せない発言ですからね。だからこそ今回新日本プロレスが動き、立憲民主党宛に訂正を求める意見書を送付したのです。塩村議員は政治家なのですから、今回のような軽率な発言は慎んでください。 X 民への開示請求します発言といい、もっと自分の立場を理解した方がいいと思います。
ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。